。じゃん。よいしょ。フーライトンキューバッカスデビュー。イエーイ。イエーイ。何かわからんでしょこれ。なんだこれね。なんでしょう。この中におもちゃとおやつが入ってます。入ってます。なんで今日は、このドギーボックスが小型犬用と、中大型犬用2種類あるので、2つ開封して比較したいと思います。初だねこれ。そうだね、初。気になってたもんね。そうなんです。ちょっと小型犬だよね。あれどっちだったかな。自分は小型犬と中型犬があるので比較しようかなと思います。すごい、なんかすごい。はい、何が入ってる？何が入ってるかな。やっやー。あ、これは中型犬用ですね。めっちゃ食いつきがいい。なに、このおもちゃが入ってます。これはこのカメレオンは、あ、音も鳴って、お、キュッキュ回ってるよ。しかもなんかこっちとこっちなんか触り心地も一緒だし、いいねこれ。あれとだと思う。まずこの一つと、あ、こっちこっち、あの一つと、今回のおやつはつなぎもチップス、うん、雑穀プチクッキーのヨーグルト味、きびだこの素焼きって感じです。あそこあそこね、あそこあそこ、ちょっと待って待って待って、あ、かったかった。ちょっと中身出すね。こんな感じで中型犬の中身がこんな感じです。この、4つが入ってました。うん、はい、次いくよ。次は小型犬用のやつを当てたいと思います。せーの、じゃーん。ほら、これ重い。こんな感じよ。うん、何が来るかな。まずまず、あ、だだだ、あ、なんかこっちに入ってる。お手紙が入ってます。これとこれだね。おもちゃが、あ、これが入ってます。これおもちゃしたと、あとは、あ、でもあとは同じかもしれない。さっきの3種類。多分キビナゴだよね、キビナゴ。こんな感じです。量は同じだね。同じ。かわいいこれ。見て。リュックサック。サックしょえるかな。リュックと、あとこの、伸びるチューイングガム。伸びるって言ってたな。あ、見て、いくよ。せーの、よーん。ここが伸びるっぽい。多分だから中型犬と小型犬だとおもちゃが、違う、
でもテーマは一緒なんだよね、どっちも。今回の、5月号のテーマがアドベンチャーのコレクションで、大きさがちょっと違うのかな。こっちが中型犬で、小型犬はちょっと小さめのおもちゃが2つ。こっちリュック入るんだよね。こちらが小型犬用、中型犬用で、おもちゃが1、2つ、こっちがおやつ3つ入ってます。で、中型犬は大きなおもちゃが1つとおやつが3つ。多分違うのは、おもちゃかな。もしかしたら毎月なんかちょっと内容量がちょっとずつ変わるかもしれないんですけど、おもちゃ以外は一緒です。はい、こんな感じです。なんかでも多分この2つ並べると多分こっちの方がうちの子はすごい今日は気に入ったのかな。遊んでみようか。遊ぶ？遊ぼっか。待ってだよ。ちょっとちょっとあっくんには少し高いんじゃないんじゃない。あっくんね、ちょっともしちょっとあっくんリュックしめちょっとしょえんな。もうちょっともうちょっとちっちゃい子のがいいかもしれない。かわいいじゃん。それいいね。なんだろう、これすごい調子がいい。いいね、それ。これじゃないの？こっちだって、こっち。ほら。欲しい、これこっちが欲しいの。いいね、この画面。こっちもあるよ、これシャカシャカ。何もない
形。ありがとうございました。引き続きこちらは、我が家で遊んでいきたいと思います。あっち見て、あっこっち見て笑うんでいいから、あっち見て笑う、こっち笑う、あくあくこっちこっち、あくもうあくはもうカメレオンが大好きなんだって。もうあくおいで、はいはい、こっちこっち。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。マック見てないもん。終わり。チャンネル登録高評価。あ、うん、チャンネル登録と高評価。はい、この動画が面白い。面白い。